これ買ってきたから見てたから。すごい。めっちゃ入ってる。初めて見た。ね、いっぱい入ってる。そんな入ってるの。それと、じゃんじゃん。トマト。なくなっちゃうんだと思って、やばいと思って。じゃーん。何？お！お！すげえ。行ったの？あ、そういうこと？だからか。はい、どうぞ開けてください。なるほどね。そっかそっか、9日からだったっけ。そうそう。うわー、かっこいい。どこで売ってるかなって調べて、あ、そこで売ってるのかと思って。こんなまだ見てないか。ここでお願いし、あ、ダメ、いや、ちょっとダメか、うん、これはあれだ、なんかあれだ、シネマのカード入りませんかってやつ。こんなでっかかった、もっとちっちゃいかった。あ、そっか、1枚で2人分だから1枚しか。あ、1枚しかないのか。うん。へー。1は見せられないけど。うん。1は大丈夫さ。はい。かっこいい。後ろあれだね、見せられない。番号入っちゃってるから。うん、誰が飾るのこれ。私。私こっち。小平さんもどうぞ。あ、でもうち、舘ひろしが好きだから。うん。お母さんはもう何十年来の恭平さんだから。あ、そっか。かっこいい。よかった、買えて。よかった、うん。チケットだけです。なんか、そっか、なんかチケットだけですよみたいなこと言われて。あ、昨日から。え、あ、もうこれないんですかって言ったら、あ、うん、ありますって言って、なんかよくわかんないこと言われた。ん、チケットだけですよ。うん。一枚で。シングルだと思われたんじゃない。そう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 、だと思う。これを買わないとこっちはついてこない、うん、お一人のやつだけだとついてこないらしい。かっこいい。これのさ、アクスタ欲しかったよね。ん？あ、作れば。いや、そうじゃないじゃん、公式から出して欲しかった。あ、写真ね。あ、かっこいい、うん、すごい、これおしゃれだね。全部が逆ねだとね。うん、本当だ。バッキー、すごい。かっこいい。うわ、めっちゃかっこいい。やばい。ちょっと組み立ててみる、うん、場所書いてないね、うん、墨だ、書いてない、大丈夫そう、うん、シネマプレックス。え、すっごいかっこいいじゃん。うわ、あ、でもあれだね、やっぱペラペラっていうか、ちょっと薄めなんだね。うん、そうだね。通常の、うん、なんかちょっとクリアファイル3枚ぐらいの厚み。そうそう、もっとしっかりしちゃうかなと思って。ね、あ、簡単に取れる。かわいい。簡単に取れそう。あ、こういう感じなんだ。ブックスタンドみたいな、折って立てるタイプ。うーん、すっげえ。あ、大丈夫そう、取れる。これで割っちゃったら最悪だよね、うん、頭なくなっちゃったらどうしよう。でもさ、持ち運びしやすいかも、こっちの方が、うん、こういうアクスタの方が厚みがないから。え、持ち運びしない。私だって別界隈だけど好きなのだから持ち運び。ね、もっと全然それの半分くらいの大きさかなと思ったよ。え、でもこんだけ大きくてこのタイプだったら全然これあり、うん、すごい。え、ちょっと置いてみよう。立つのかな、それで。これで立つんじゃないの、思ったら。え、怖い。あ、最悪テープで。あ、でもちゃんとなるなる。あ、ほんとだ。ほら、角度も変えられるね。あ、かっこいい。すごい。え、かわいい。ちょっと待って、買っちゃおう。もっと早いです。3番。ちょっと待ってね。今日の頭飛んじゃう。でもなんか、途中途中でついてるだけだから、取れやすいと思う。え、かっこいい。うわぁ、はい、こんなん銃向けられてるよ。銃向けられて。すごい、パトカーの部分が。
ちの方が単純だった、うん、ここありが、うん、ここすごい多かった、うん、また折れちゃった、めっちゃおじげしてこれで、ね、あ、ちょっと待って、角度つけるだけ、ね、うわー、かっこいい、かっこいいね、うわでかっ、ね、結構でかい、 でかい、ね、手ぐらいあるよ、うん、すごい、手のひらサイズくらいの大きさ、パンパンの、ちょうどでっか、そうだよね、でかいよね、こんだけあればすごい、うん、だってバイクがすごいさ、うん、見えるよちゃんと、あ、写真綺麗に、すっげえ超かっこいい、ね、どこで持ってもらおうか、へ、すごい写真映えすごいじゃん、前で撮ってるんだ ね写真映えすごそう、うん、これだけで、これなのでも映える、映える、イケメンの力、うわかっこいい、はい、いいね、いいよかったね、うん、イケメンじゃないで、どうせ行くしね、うん、うわー並べるといいですな写真撮ってください、じゃあ。